海南ロビノス海南ロビノスは和歌山県海南市が設置した市民交流施設である。図書館機能、市民活動、障害学習活動支援機能、子育て支援機能、カフェ、広場などを有し、図書館機能は海南市の設置する公立図書館、海南市海南図書館となっている。TRC 海南が指定管理者である。旧海南市役所庁舎及び隣接する。 三三公園や海南市児童図書館などの跡地に建てられた。当初は2020年4月19日、開業予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で開館を、同年5月7日に延期するも、感染は収束せず再延期され、同年6月1日に開館した。地上4階建て。延べ床面積は7850.23平方メートル。 一階は大部分が駐車場として供されている。図書館は海南市児童図書館の蔵書も引き継いでいる。隣接する敷地にあった海南市民会館から機能を引き継いだ市民活動、生涯学習活動支援機能として伸びのスホールや会議室、さらに多目的室や音楽練習室などの貸し室が用意されている。 宅児室は株式会社アスカが運営を担当している。他に子育て支援機能としてのビノスパーク、授乳室、子供トイレなどがあり、広場に設けられた簡易ステージともなるのびノスルーフの下で遊ぶ子供を見守ることのできる保護者待機室も設置されている。2階ラウンジにはスターバックスコーヒー海南のビノス店が併設されており、スターバックスコーヒージャパン直営店の 公共図書館への出展は、岐阜市、山和市に続く3例目となっている。駐車場には、山山公園にあった、記念碑、日中両国平和の塔が移設されている。ありがとうございます。